こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。日本の商品をオーストラリアに転送するサービス比較と。どこを使って転送したらいいか。これどういうことかというと、オーストラリアに住んでた場合ね、オーストラリアに住んでアマゾン輸出に取り組む場合は、まあ何しろ品揃えが貧弱なのに価格は高いと。これがオーストラリア市場のね、輸出して美味しいメリット利点なんですけど、まあ 日本に住んで仕入れてね、普通には最高の条件。だけど、オーストラリアに住んでいる場合にはね、仕入れに苦労することになると。何しろ、ネットショップもあんまないし、えー、どこで買っても、えー、商品が高いね、ね品ぞえが少ないということになってくるわけです。まあ、それでも、仕入れ可能な商品を探す必要があるわけなんですが、まあね、 えー、比較的都心部に住んでいて、えー、いくつか候補の、ね、お店があるとこならいいですけど、まあ、そうじゃない郊外に住んでる場合あるいは、ねえー、せっかく売れた商品が、ね、あってそこから選択肢を広げた場合に何しろオーストラリアには、ね、選択肢が少ないんでオーストラリアでは手に入らないというようなことがあります、まあ、そんな場合は、ねえー、日本のネットショップを使って商品を仕入れるという選択肢があります で日本のネットショップを使って仕入れた商品を、まあ、オーストラリアに転送してくれるサービスを比較します。ということなんですけど、まあね、比較しますと言ったものの、まずはじめにこの使ったことがあるね、えー、転送コーム。まあ、ここは、えーまあ、ここはというかって他の転送サービスもそうなんですけど、えー、まず会員登録してね、えーで 日本国内でじゃあ買い物したのを送ってくださいという住所をもらえます。そして、アマゾンなり楽天なり、ヤ、え、フー、Yahoo! ショッピングなり、まあ、あるいは他のね、えー、店舗直のサイトなりで買い物をして、で、もらった住所、ね、に送ると。そうすると、転送コムの倉庫に行って、転送コムの方ではこれをね、えー、まとめて、何箇所か。 から買っったたももののあるるいいいは時期がで届いたものをままととめてて、えー、オーストラリアにに送ってくれるという形になりますこのね、まとめて送ってくれるってところがポイントで単品で送ったらとね、えー、全然送料倒れしちゃうものもまとめて送ってもらうことによって、まあ、利益が出る状態の値段のまま、えー、手に入るということになりますで。ご利用ガイドがね、一応これ、転送コムについてますけど、これね、注意点としてね、 提、えー、送できない商品に注意してください。えー、これ、一応こういうのダメよって書いてありますけど、その書いてある配偏よりもね、厳しくなったり、特に電池とかガスとかね、可燃物の関係なんかは、書いてある条件より厳しくなったりね、あるいは書いて,あった書いてなくて運べそうだけど、郵便区が引き受けないとかいうのもしょっちゅう出てきますんで、まあ、特に個別会員の方はね、えー、なんか念のため聞いてください。これ、これ遅れますよねってことで聞いてもらった方がいいです。 日本に行って買ってね、オーストラリアに納品すると違って、点数を使ったときね、買った商品が遅れないとね、特にまとめサービス使うとかなりややこしいんで、これはね、事前に確認してもらった方がいいです。で、まあ、いくらかかるのかっていうのは、このね、リンク先を飛ぶと、このオーストラリアを選ぶと、重さによってこの値段ってのが出る、リンク新設置っていってますんで、それ使うと、料金もわかると。で、まとめサービスはね、 えー、基本料金200円に1、えー、梱包あたり300円だからねアマゾンなんかだとバラバラに送らないようにね、えー、まとめ発送とかにして送るとでもそれでもね、えー、時期がずれてやっぱ梱包が、えー、2つになっちゃったりあるいはね、えー、独自ショップのサイト3つから買ったりという形になると、えー、このまとめ サービス。多分、ほとんどね、このおまとめ梱包サービスは使うと思います。で、例えば4カ所からだと3412プラス200円で1400円かかるという形ですね。まあ、こんな形で例が出てますけど、まとめ梱包をこれ使った方がいいです。で、30日以内に届いたものをまとめてくれるという形です。でね、この転送庫もこういう流れで。 登録して身分証明やって使えるようになってでしょっちゅう、ね、楽天のなんとかキャンペーンとか、ね、送料1000、えー、円引きキャンペーンとかなんだかんなキャンペーンやってますんで、えー、とりあえず、ね、オーストラリアに住んでる方はこれ無料なんで登録しておいて、ね、このキャンペーンで手頃なのがあった時に試しに使ってみるというのが、ね、まずは取っかかりやすいのかなという気がしますで実は、ね、オーストラリア転送と ね、まあオスタリアじゃなくて、まあ海外転送でもいいんですけど、海外転送、あるいはオフスタリア転送って検索して、まあ、とりあえずね、ね、えー、Google 検索上位で,で出てきたところ、えー、数件を、数件、1、2、3、4、4件比較したんですけど、なんと、この転送コム以外はね、ね、えー、おすすめできないサービスだったと、比較と言いつつね、ここ使っときましょうっていう話で終わっちゃいました。 なんでまた何かね、会員さんが見つけてきたとことか、まあ、私が使ってみて、まあ、いいとこあったらね、またご紹介しますけど、基本的にこの転送サービスってね、手間かかる割には全然儲かんないんで、えーまあ、要は、普通に参入してトラブルがあって、撤退というようなところが非常に多いです。 でね、えー、何らかの事情で撤退してまた別なとこでやってんだろうなと思われるサービスが多いんで、まあ、その儲からない転送サービスを何とかして儲かるスタイルにしてやってるのか、あるいは本業自体で儲けるってことじゃなくてね、えーまあ、こういうビジネス展開でって言ってお金を集めて上場を狙ってんのかなんかわかりませんけど、そういう形じゃないとやってらんないと。まあ、細かい事情はさておき、他のサービスは 進められるサービスでではないですでちなみにこの御用聞き屋、ね、ここは私使ったんですけど、まあ、ね、提訴頼んだらね、えー、発送してからこれ遅れませんって言ってきてね、えー、なんでそうなんだって形になったらね、えー、今厳しくなってこれ遅れなくなったんですよねって、わかってたら教えるって感じなんですけど、まあ、 はあ、そんなこと言ってもしょうがないんでね。えー、別なところを使って送りましたガス。ガス器具なんですけどね。新品のガス器具。いつ送れなくなったんだって感じなんですけど、送れなくなってました。いつの間にかね。でそういう送れなくなった情報っていうのは、おそらく転送後もそうかもしれませんけど、えー、教えてくれない場合が多いです。頼んでからね、えー、送れませんと、ね。頼んでから送れませんって言ったら結構めんどくさいんで、まあ、 転送サービス、まあ、その辺のサービスは期待できないんだなというのがあります。で、そんなのもあって、まあ、でもその1件だけなんでね、ここもお勧めしようかなと、それ以外はサあのトラブルなかったんでお勧めしようかなと思ってね、特殊法を確認したらね、特殊法の,この代表者名とか住所をね画像にしてあると。 これさっき言ったように、どっかでトラブルを起こして、えー、また別な会社立ち上げてやっている場合によく使う手法なんですけど、まあ、情報商材の詐欺師とかね、えー、株が儲かりますとかね、なんかあの何しろあの名前とか住所で検索されたくないときにこの特殊法を画像にするっていうのをやります。で、何らかのね、最、えー、も,もな事情があるのかもしれませんけど、まあ 詐欺師と同じ手法で特殊法を公開しているところね、わざわざ大丈夫かどうかチャレンジしてみることもないんで、まあ、そうじゃないえ、大丈夫そうな、使って実際大丈夫でこの辺の条件もクリアしているところがある以上、そっちを使った方がいいだろうということでね、この御用聞きはおすすめできません。それから、ポスティ、同じです。特殊法が画像、ねおすすめできません。あと、楽天グローバル、ね 楽天がやってますんでね、一見良さそうなんですけど、はっきり言ってね、私は楽天が嫌いなんですが、まあ、なぜかというとね、えー、楽天マーケットに出,品し出店していた旅行会社の利用で、まあ、詐欺に引っかかり75万ほど損をしたとい、ね、う、えー、ことがあります。でこれね、えー、楽天に出品してて、いつの間にか出店をやめたところなんですけど、 私もね、楽天にいたうちに申し込んだ分なのか、楽天を辞めた後に申し込んだ分なのかね、何しろ、メルマンができたので申し込んだんで分かんないんですけど、何しろそれでね、詐欺じゃん。飛んじゃったじゃん。楽天はもうあの知りません。大会してるから知りませんと。まあ、明らかにね、舐めたサービスですし、まあ、それを差し引いても、私が個人的にね、その一件があったから嫌いだってのを差し引いても、 もう数々の実績が楽天のサービスは使わない方がいいだろうという感じです。ね。ヤフオクで楽天銀行を使ったら口座凍結されたとかね。カードを作ったらカード情報が漏洩されて勝手に使われて、漏洩したのが原因だってのは明らかなのに、ちゃんとした対応しないとかですね。まあ、はっきり言ってね、ね、えー、君子、楽天に近寄ろうじゃないですけど、まあ、不快な思いをしたり、まあ、トラブルに遭うのを避けるには楽天は避けた方が賢明だと。 ねえー、わざわざそのこのサービスは大丈夫かなとか楽天を使う意味はねえだろうという気がするんでね、えー、楽天はおすすめできないですそんな形でね、えー、まあ、えー、家の方がね海外発送とかしてくれる、えー、やり方も分かってて受け取りもやってくれるところはね、えー、家の人とかね日本に住んでる家の人とか、まあ、あるいはね友達に頼めりゃ友達にちょっとね、えー、報酬を払うなりあなんなりで使うのがいいですけど まあ、それ頼め、頼める人いないとかね、うちの親じゃちょっとね、あの、発想わかんないなとかいう方はね、このまず転送コブ、えー、登録して、日本からのチールの場合はこの転送コブ使ってみてください。まあ、そんな形で今日は、ね、日本の商品をオーストラリアに転送するサービスの比較ということなんですけどね、なんと、一社以外、す、え、べ、ー、てお勧めできないというね、えー、ちょっと寂しい結果になりましたけど、まあ、転送サービスのね、 え利益率の低さやトラブルの多さを考えてば、それもやむを得ないのかなという感じでした。また、他のサービスで気になっているところとかね、あれは使っててここがいいよなんてところがあったら、また情報をいただけると、あるいはご質問いただけるとありがたいです。以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。